はい、こんにちは。ヒカックゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2018やっていきたいなと思います。今日も、ウィニングイレブンアプリあるあるからいきましょう。今日のウィレアプリあるあるはこちら。はい。カイさん、ウィレアプリあるある。レジェンドドルトムントの交代策が謎。オバメヤン香川ということで。これ、僕は実際確認できなかったんですけど、この交代してきたら結構びっくりしますね。はい。なかなか。あるあるというか面白くて、取り上げさせていただきました。はい。まあでもレジェンド本当強いっすね。彼らは本当にチート級に強いかなと思います。はい。ということで、今日もですね、動画の方やっていきたいなと思います。で、今日はですね、毎週エージェントの、ウィーク16ということで、ガチャ補強をやっていきたいなと思っております。はい。で、チームがですね、今のところこんな感じになっております。はい。まあまあいい感じのチームになってきたかなというところなんですけど、毎週エージェントっていうのはですね、毎週大体末ですね、土日のどっちかでエージェントを合計4回引いて、チームを強くしていくというような企画になっております。で、その後ですね、シムで試合をしながら僕が雑談をして、まあチームを成長させていくみたいな形になっております。で、今までの動画はですね、概要欄に貼っておりありますので、ぜひご覧いただければなと思います。はい。で、まあスタメンはほぼほぼ金になってきたりとか、ベンチはまだまだなんですけど、だいぶ、チームとしても成長してきましたので、まあ引き続き星5を目指して、しっかりですねチーム作っていきたいなと思っております。はい。で、前週までの確率見ていきましょうか。前週までの確率こんな感じになっておりまして、15週まで引いてるので 15×4 で合計60回引いてます。で、小数点まで全体の出すようにしてるんですけど、黒が 1.7% で、金がぴったり 20% で、銀が 78.3%ということで、金の確率はいいんですけど、黒の確率が極端に低い。まあ極端に低いっていうか、1回しかハビマルしか出てないので、そこら辺ちょっと辛いかなという感じです。で、金の確率で言うと、特に、ミッドフィルダーはかなり確率いいんですけど、フォワードが結構死んじゃってるので、なんとかフォワードしっかり補強していきたいなという感じになっているかなというところで、今日はですね、フォワードを4回引いていこうかなと思います。初めて一つのポジションを4回引くんですけど、ちょっとそれぐらいやらないと、フォワードいい選手出ないかなというところで、フォワード4回引いていきたいなと思っております。さあ、よろしくお願いします。さあ、やってまいりました、フォワード。今日はですね、4回引いていこうかなと思います。はい。まあね、黒そろそろ出てほしいですけど、出たら熱いですからね、フォワードは誰が出ても。あとは金でもね、やっぱコスト高いぜ。インモービレとか、マンジュキッチとか、そのあたり出てくれると、だいぶチームとしても強くなるんじゃないかなというところで、やっていきましょう。今日は、GP で引いていきましょうか。てか、コインがないっすね、僕。はい、コインがないので、今日は GP で全部引いていきましょう。さあ。いやー、頼む。ほんと重要ですからね。今日1回目。一発目いきましょう。さあさあ、どうでしょうか。うわー、もう、銀祭りですよ。さあ、誰。はい、レフトウィング。お、イスキエルト選手。マジか。イスキエルト選手、ここで来ましたね。イーストサセックス。はい。意味深なチーム、イーストサセックスなんですけど、イスキエルト選手は、あれ、コスト上がったかな、これ。コスト上がってる気もするんですけど、めちゃくちゃ速い選手で、僕もスカウトさんで一応取ったんですよね。ドリブル80で、スピード86、瞬発89、そしてスタミナ79、で、コンディション安定度6。なんか強くなってる気がするな。デコイラン。で、こんな感じか。能力値上がってる気もするけど、気のせいですかね。で、キック力もまあまああって、ボルコンフェンスセンスもあると。これ結構有能な気がするんだよな。コンディション程度も高いし。はい、イスキエルト選手、ありがとうございます。ただ、どうだろうな。ちょっとウィングの控えとして入れられるかどうかという感じですね。ありがとうございます。さあ、イーストサセックスから始まったということは、今日はいい日になるんじゃないでしょうか。ということで、2回目いってみましょう。さあ、謎の理論をいきなりかましていく。来い。いきなり引いていく。頼む！左にずれて！ああ、マジかよ！もう変な声出ちゃったじゃん。アダマ・ディアハビ選手、モナコの選手ですね。マジか、ずれない。もう最近、この前の、セリエのガチャ動画見てもらった方わかると思うんですけど、もう全然ずれない。もうずれる気がしないんですよね。はい、ディアハビ選手。どうですかね、コスト11、初めて見た選手かもしれない。めっちゃ顔がなんか縦に長い選手ですね。で、184センチ、21歳。フランスか。フランスの選手。まあ、フランスっぽい顔してるな。全然根拠ないですけど。さあ、ドリブル75。で、スピード瞬発。まあ、さっきのイスキエルドとかと比べると分かりやすいですよね。やっぱ、すべてが、なんか、介護感な感じですけど、コンチャンネル4。で、スキルシーザーズ、ウィングストライカー。まあ、プレスタイルとかは違いますけどね。はい。ありがとうございます。ディアハビ選手。まあ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 ってところでしょうかね。はい。じゃあ、3回目。いや待って、これまた銀のさ、銀祭りの格
可能性しかなくなってきてないですか。さあ3回目、ここももう半分過ぎて、頼む、金で優秀な選手でも全然いいんで、いきましょう、来い金、よし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 、誰誰誰、来い、お、ライトウィング、カルロス・ベラ選手、いやどうすかね。ベラ選手は PV ブルーホワイトのスカウト落とそうと思ってた時によく見てたんですけど、能力値全然見たことなくて、どうでしょうか。うわ嬉しい、金でもめっちゃ嬉しい。メキシコの選手なんですね。177センチ28歳で、コストまあまあ高いですね。コスト23なので、総合値が82かなだと思います。さあ、おー、ユーティリティいいですね。あ、いい感じじゃないですかね。これバランス型の選手ですかね。オフェンス系の能力この辺全部75を超えてて、カーブも蹴れる、スピード瞬発、おお、いい感じじゃないですかね。スタミナがちょっとないですけど、それ以外スタミナと強さ、フィジカルパワー的なのはないですけど、その他の能力は結構高い。はいはいはい。でコンディション点6、おお、スキル多いな。ワンタッチパス持ってるし、これめっちゃ優秀じゃないですか。へえ、すげえ。ベラ選手一応あれですね、あのミッドフィルダーの位置でも使えるので、これ結構幅広がる感じしますね。で、コンディション程度6か。お、いい感じ。すげえいいっすね。こういうユーティリティなプレイヤー、やっぱ、毎週エージェントチームみたいなところに1人いると、だいぶ、勝率安定しそうだなという感じです。はい、ベラ選手、ありがとうございます。来たー。金来たー。マジで嬉しい。さあ、次。ラスト行きましょうか。まあ、一応1回金出たんで、まあ、ちょっと落ち着いた感じになりました。さあ、4回目行きましょう。さあ、おー、金がめっちゃ多い気がしたが、とはいえ、やっぱ黒ね。狙っていきましょう。来い。来い、黒、うお、待って、やば、確率めっちゃいいやん。さあ来い、おー、嬉しい、これは嬉しい、マジか。ウェルベック選手ありがとうございます。しかも僕アーセナルスカット今ちょっとまた作り始めてて、やばい、これは熱い。ウェルベック選手ありがとうございます。めっちゃ当たりやん、これは。いや、ウェルベック選手ほんと強いですよね。能力値もあのこれコストに見合わない強さ持ってると思います、ウェルベック選手は。いや、これはね、嬉しいわ。ありがとうございます。185センチ27歳。で、アーセナル。まあ、説明はいらないと思うんですけど。で、レフトウィングとレフトの、左のサイドハーフも適性があると。で、CF と、あと他が薄い適性。で、能力値こんな感じですね。オフェンスです78、ドリブル77。で、他もですね、ボルコンとかグランダパスも低くはない。決定力もそこそこありますしね。で、このスピード瞬発。ありながら、ボディバラジャンプ、スタミナもあると。いや、強い。これ、チャンテの4。で、スキルですよ。スーパーサーブ、チェイシング持ち。いや、これ熱いなぁ。これは嬉しい。ウェルベック選手。ベラ選手も良かったですけど、ウェルベック選手もこれはかなりいいんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。ということで、今週はかなり強化されそうなので、スカット組み込み画面まで飛ばしていきましょう。はい、お待たせいたしました。ということで、一人一人ですね、今日出た選手レビューしていこうかなと思います。まずはですね、ディアハビ選手。この選手ですね、レフトウィングで、まあ、適性もそこそこあって、能力値も、まあ、悪くはないんですけどね、ちょっと今回、チームに変わるのは難しいかな。今、変えるとしたらセルビーかチポモーティングなんですけど、ここ2枚どっちも変えるの難しそうなので、ディアハビ選手は、今回、スタメンは難しいかなと思います。はい、で、次が、この選手ですね、イスキエルド選手。このスペシャルエージェントさん、のイスキエルド選手はかなり熱いですね。結構突も簡単なので、どんどん突っていこうとは思うんですけど、まあ、今のメンツだとちょっときついかな。かなり特徴を持ったいい選手ではあるんですけど、まあ、今回結構、他で金が出ちゃったというのもあってですね、今回は見送りになるかなと思います。個人的に育てていこうと思います。はい。で、ここからですよ。ここからちょっと難しい判断になるなと思うんですけど、まずベラ選手。この選手はですね、やっぱ入れていきたいなと思います。このユーティリティ性とバランスの良さは、だいぶ武器になると思いますし、このスキルの量もあるので、まずベラ選手はですね、悩んだんですけど、チュポモティング選手と変えようかなと思います。チュポモティング選手も今だいぶ実は育っていて、28レベルで、能力値こんな感じなんですよ。で、結構いいなと思ってたんですけど、まあ、総合的に考えるとベラ選手の方が安定するかな。ということで、ベラ選手とチュポモティング選手変えていきます。はい。で、もう一人、ウェルベック選手、やっぱこの選手は入れたいっすよね。一人で、試合の流れを変えられる選手だと僕は思ってるので、この4人目で出たウェルベック選手はですね、いや、誰と変えるか本当迷ったんですけど、ここは、ちょっと、フォワード多くなりすぎちゃうんですけど、ボルヘスと変えようかなと思ってます。セルホ・ボルヘスと変えて、ウェルベック選手入れて、フォワードの控え4枚で、行っていこうかなと思います。はい。
じゃあこんな感じ、いやそうっすね、それで行こうかなと思います。はい、で、ウェルベック選手ですね、ここに入れていきますと。はい、ということで、今日はですねこんな感じの補強になるかなと思います。はい、いやーなかなかいろいろ補強が起きて、だいぶ金の選手、ベンチもほぼ金になってきて、今日はかなりいい補強ができたんじゃないかなと思いますので、このチームでですね、試合の方もやっていきたいなと思っております。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。